さて、この連休飛行機を利用した人も多いと思いますが、車を止めることができなかったという経験ありませんか？今、大分空港の駐車場が満車になるケースが相次いでいるんです。ゴールデンウィーク最終日、 U ターンラッシュ中ということもありまして、駐車場には多くの車が止まっています。大分空港の敷地内にはおよそ900台の駐車スペースがあります。管理事務所によりますと、昨年度は満車になった日が104日もあり、前の年度と比べて2倍に増えました。空港から道を挟んだところには民間の駐車場もありますが、こちらも以前に比べて満車になる日が増えたそうです。空港が入れないから来たっていう人は結構います。かなりいます。初日で、もう8割9割っていうようなところまではもう行きますね、はい。現在大分空港では拡張工事をしていて、7月には131台分が増える予定です。なぜ以前に比べ満車になるほど空港に止める車の数が増えているのでしょうか？実は私も去年の秋頃、この空港の敷地内に止めようとして30分並んだことがありました。30分も30分待ったんですか？待ちました、根気強く。はい、取材は新岡さんです、はい、よろしくお願いします。大分空港の駐車場はなぜ混むんでしょうか？そして今後緩和はされていくんでしょうか？見ていきます。大分空港の敷地内には第1と第2の駐車場がありまして、合わせておよそ900台止めることができます。はい、一方空港のすぐ近くにはですね、民間の駐車場が6カ所ありまして、こちらも全部でおよそ900台、つまり空港の敷地内外合わせるとおよそ1800台分の駐車スペースが今はあるんです。1800と聞くと意外と多いのかなという気もしますけれども、ね、はい、なんでこんなに混むんですかね。まあ、やっぱりこの、ターミナルビルに近く止めたいと30分粘る下野さんのような方が多いのかもしれません。はい、そうなんです。この手間を省きたいです。はい、そういうこともあって年間で104日、満車になる日がこの空港の敷地内の駐車場にはあったんですが、これが一体なぜなんでしょうか。原因がですね、敷地外の駐車場が減ったことが理由にあるんです。空港の向かいにある山地駐車場の山地徹さんによりますと、こちらです。かつては9カ所あったそうなんですが、コロナ禍と後継者がいないため3カ所が廃業したそうで、この3カ所が廃業してその分が300台分にもなるそうなんです。はい、で現在大分空港では駐車場の拡張工事をしているところなんですけれども、それが緩和につながるんでしょうか。人口がおよそ110万人、大分県とほぼ同じの石川県小松空港を見ていきますと、県庁所在地の金沢市から空港までおよそ45分、大分とちょっと似てますよね。はい、で国内線は4路線が運行していますという小松空港なんですが、敷地内の駐車場はこちら1463台 で小松空港の担当者によりますと、めったに満車にはならないそうなんです。まあ、1463って聞くとやっぱり900と比べても500台分ぐらい多いっていうことですもん ね。私も5年石川に住んでたんですけど、満車になったことは経験はありませんでした。並んだこともありませんでした。何の違いなんでしょうね。はい、でですね、ただ1050台に大分空港になるわけですよね。はい、うん、それで果たして完全な解消になるかどうかっていうところだと、もしかすると微妙なところかもしれません。はい、ということで改めて見ていきたいのが、空港バスなんですね。実はコスパもいいということで、あくまで一例なんですが、計算していました。こちらです。例えばマイカーの場合ですね、うんうん、大分市中心部から燃費が1リッターだいたい15キロ程度の車で高速で空港に行き、1泊2日で利用した場合、ガソリン代、高速料金、駐車場代合わせて4760円です。はい、一方空港バスの場合はこちら、まず運転する必要がありません。うん、で駐車場に止められるか心配する必要もありません。で
往復3200円。下野さんどうですか。いいです、コスパいいです。いいですよね。あ、こんなに違うのかな。そう、戦後、まあ、お住まいのところによってもバラバラなん で、はい、で違いはあるんですけど、まあ、コスパがいいということで、まあ、もちろんマイカーにはマイカーの良さがありますし、はい、今年の秋にはホーバークラフトも就航予定ということで、まあ、この公共交通機関をうまく使い分けるのがいいんじゃないでしょうか、はい。